パンナカでシュビドゥワハローでパパパヤ宇宙人だよシャバドゥビア UFO シュビドゥワハイテクパパパヤ未来はすぐそこシャバドゥビアパパパパヤシャバドゥビア。それじゃあみんな、読書感想文用の本を図書室で探しておくように。はい。何読もうかな。ねえ、ポロポロコミックどの辺にあんのかな。図書室にそんなもんあるわけないだろ。俺字ばっかりの本読んでると10秒で気絶しちゃうんだ。しょうがねえじゃん、漫画の感想文書くわけにはいかねえんだからさ。そうそう、こういう機会にこそ多くの名作に触れて教養を高めるべきなんだ。ユージは本決めたのか。ああ、ロミオとジュリエット名作だぜ。おう、ジュリエット田中太郎、突然うちのクラスに転校してきた謎の宇宙人だ。探検桃太郎ワールド。まさみもまだ決まんないの。あ、これ聞いたことある。アンネの日記、どんな内容だっけ。7月10日算数のテストが13点だった。みんなに笑われた。今日は白アンネって頭悪い。7月11日風呂場でおならをした。匂いを嗅いだら気分が悪くなった。今日はピンク。ドジなやつ。7月12日今日は水色。京子ちゃんは何枚パンツを持ってるんだろう、不思議だ。何これ。あれ、たかしの日記。やべえ、こんなバカたかし。なんじゃこりゃ。たかしの日記全150巻発売中だよ。買った買った。売るな。ごめんなさい。よいしょっと。京子ちゃん、それ全部読むの。うわ、ベネットにラムに中かんすけ。京子ってばすごいの読むんだね。だって読書好きだもん。偉いんだ。よし、俺もすっごい本にチャレンジするぞ。ちょうどいいのがある。校庭なんかに連れてきて、俺はすっごい本を。え、なんだあれ。うわっ、何がちょうどいいって。すっごい本。やめるか。ああ、ダメだ、一行目でもう眠くなってきた。え、どうしたの。感動してたの。足長おじさんはとっても素敵なお話よ。なんだ。太郎くん、静かにしてよ。何笑ってんだよ。感動してた。いや、感動して笑うな。あ、それ桃太郎。お前そんなの読んで感動してたの。名作。いいよ、この年で昔話なんて。感動する。しないってば。そんなもん低学年用のところに返してこいよ。太郎くんって純真なのね。ま、やっとこれで静かに。今度はどうした。普通に感動できないのか。たくも、名作ビデオ上映会。そうだ、ビデオを見て本を読んだことにすりゃいいんだ。俺ったおともいい。あれ、誰もいないぞ。は、早速始まったのか。始まり始まり。なんだよそのタイトルは。ひどい目にあったぜ。ここはどこじゃ。すいません、鬼ヶ島はどこどこどん。私、鬼退治してヒーローになりたいデビソンの D。 わお、美味しそうなジャイアントピーチです。なんだよありゃ。
桃太郎ワールドへようこそ。桃太郎ワールド？この世界、お前が作ったのか？名作の感動を体験する。やだよ。これ、感動のエンディング。え？見事、鬼を退治した桃太郎は大金持ちになって、可愛い女の子たちに囲まれてむちゃくちゃ幸せな暮らしをしましたとさ。めでたし、めでたし。おっしゃー！鬼を退治して感動のエンディングを迎えてやるぜ！お一人様ご案内。これに乗っておばあさんに拾ってもらう。そんなのすっ飛ばして鬼退治に行こうぜ。ダメ、ちゃんとやらないとグッドエンディングにならない。しょうがねえな。桃飛行機、船にしてくれ、船に。よし、レッツゴー。あ、おばあさんがいた。早く拾ってくれ。え、なんで無視すんだよ。よいしょ。いろんな果物流すな。うりゃ。おばあさんは仕方なく桃を持って帰りました。ちゃんと背負って運べ。おお、なんと大きな桃じゃ。しかし喜んでるぞ。早く切ってくれ。あ、これで10個目じゃわい。もう！ほうほう、こうしてたかしはおじいさんのコレクションとして一生過ごしたのでした。めでたしめでたし。そうそう、早く切って出してくれよ。はおおはおおはおおザートらしいんだよ。だいたい桃から生まれたことにならねえじゃねえか。きっと神様が授けてくださったんじゃ。いいちょいね。よし、桃から生まれたことにちなんでこの子は堀町たかしと名付けよう。どこが桃にちなんでんだ。はい、おばあさん、腰を揉んでくれんかの。はい、おじいさん。ママな、はいはいはい、山へ芝刈りに。はいはいはい、ほうほう、便利便利。こうして桃から生まれた堀町隆はおじいさんとおばあさんにこき使われて一生過ごしました。めでたしめでたし。めでたくない。おじいさん、おばあさん、鬼を退治するため鬼ヶ島へ行ってくるよ。やめれ、鬼は怖いの。心配してくれてありがとう。でも行かなきゃ。あ、なんだこの格好。トレーニングウェア。強くなってから鬼退治に行く。あ、ちょっと待って。お邪魔に。だが助けて。とわI'm a champion! お前が鬼退治に行け。それじゃあ今度こそ行ってくるから。これお、え、なんかくれるのか。そうか、桃太郎はここでもらったきび団子で3匹のお供をゲットするんだったな。あ、一等賞大当たり景品。この中にきび団子が入ってるんだな。なんで玉手箱なんじゃ。一等だから。二等は大きなつづら、三等は小さなつづら。残念賞がきび団子。きび団子よこさんかい。オッケー、きび団子を手に入れたぜ。これで感動のエンディングが見えてきたな。
そのためには3匹のお供も見つけなきゃ。は、来たか。サブ太郎。うわ、キャキャ。そうか、お前がお供の猿なんだな。次は犬か。サブ太郎。カッパ太郎。サンゾ太郎。コメ太郎。なんなんだ。4人は仲良し、全力目指していざ出発。そりゃ最有機だろう。にしても3匹のお供はどこにいるんだよ。お、なんだこの竹光ってるぞ。あ、かわいい。竹から出してくれてありがとう。今日からあなたのお供になりますわ。かかってるわ。助けてあげよう。クーッ。よかったね。はい、私はあなたに助けていただいた鶴です。お礼にお供をさせてください。ナイスな展開になってくな。チュンチュンチュン、スズメのお宿はどこだチュン。途中まで一緒にお供させてくださいチュン。こんなにモテるなんて夢みたい。やっぱこんなお供の方がいいよな。大事なこと忘れてた。お供の人たちともっと仲良くなるためにはプレゼントをあげないと。何をくれるの。早くくれチュン。はい、きびだんご。せっかくこんなんで女の子の機嫌取ろうっての。うん、桃太郎様って案外ケチなのね。ケチだチュン。ああちょっと。はい、趣味の悪いカエルに負けた。こうして桃太郎は一人で旅することになったとさ。直書。もうすぐ鬼ヶ島だ。ほら、生き物をいじめたらダメじゃないか。みっちゃん。ずいぶん無細工な亀だな。実は村を征服しようとして浜に上がったところを子供たちに見つかっちまったんだみっちゃん。そらそうだ。あなたは命の恩人だみっちゃん。お礼に竜宮城へ招待してあげるみっちゃん。いや、せっかくだけどまた今度って。何すんじゃ。遠慮しないでついてくるみっちゃん。出発だめっちゃ。ご案内めっちゃ。苦しかった。竜宮城へようこそ。私が乙姫じゃ。目いっぱい歓迎して差し上げますことよ。やっぱ俺感動のエンディングが待ってるし。宴の準備が整うまで牢に閉じ込めておきなさい。なんでそうなるんだよ。ちょっと待ってくれ。これでまた一つコレクションが増えましたわね。エサホイサッサ。えらいことになったな。どうやって抜け出そう。次は誰じゃ。花坂先生、隠し芸します。枯れ木に花を咲かせましょうと。見事じゃ。褒美にそのコブを取ってやろうぞ。そうか、いい芸を見せたら頼みを聞いてくれるかも。コブが取れてとっても喜ぶなんちゃって。そのものを牢に閉じ込めておけ。乙姫様、完璧して、勘弁。俺は気をつけよう。次のもの。いよいよ俺の番か。でも何をやればいいんだろう。太郎、なんだよいきなり。それ万能隠し芸スーツ。
万能隠し芸スーツ？ほら、次はまだですの。はいはい。これじゃ動けないだろ。あ、なるほど。ブンブク桃太郎、綱渡りやります。これならすぐに地上に返してもらえそうだぞ。かっぽれかっぽれ、そっちはここでずっと芸を見せ続けておくれ。カチカチうるせえな。早く消してくれ。焼きたて。人の背中でバーベキューすな。消火ボタンがあったんだ。鬼ヶ島ということは感動のエンディングが近いぞ。早くあそこへ行って悪い鬼をやっつけなきゃ。でもこの海をどうやって渡ろう。鬼ヶ島大橋本日開通です。のほほ、テープカットです。これで便利になるわ。お前ら一体何しに行くんだ。まいっか、これで簡単に鬼ヶ島まで行けるんだし、楽ちん楽ちん。ランランラララ、まだかなまだかな。ランララララン。全然つかねえじゃねえか。どうなってんだ。やっと着いた。おなあ、きびだんごでも食べるかって。のんびりしてる場合じゃない。ついに鬼と対決する時が来た。コン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 、そこか。出てこい鬼ども。愛してる。またこれか。今日のテーマは鬼ヶ島名物特大おにぎりラーメン。人参嫌い。好き嫌いするんじゃありませんって。だからのんびりしてる暇はねえんだよ。今度こそ間違いないな。ここここ。よし、鬼ってちゃんと書いてある。出てこい鬼ども。あれ、誰もいない。鬼のやつどこにいるんだろう。どうした、鬼がいたのか。え、うんしょ、うんしょ。お前が鬼だったんかい。おのれ鬼め。してください。そうか、鬼を家来にすれば倒さなくても済むんだ。ってことはこれでいよいよ感動のエンディングが。ダメ。なんでだよ。たかし、ストーリー勝手に変えたから失格。たかしくん、どこ行っちゃったんだろう。いつの間にかいなくなっちゃった。そういえば、太郎くんも二人で先に帰っちゃったのかな。多分ね、あいつら親友だもん。俺たちも帰ろうぜ。帰ろう。
む。タロ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 タナカタロ、タロ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 モモタロ、気がついたらそこにいたよタナカタロ。タロ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 タナカタロ、タロ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 スズキ。